今回は IHI 社製の次期 XF9 エンジンについて見ていきましょう。 F3 戦闘機の開発が急がれていますが、その次の F5 戦闘機開発は純国産でできそうです。次期 X 通信量産化で世界のトップへ。2035年に退役開始が予定されている国産の F2 支援戦闘機の後継機として、防衛省が開発を進めている次期戦闘機ですが、2018年、平成30年の31中期号で開発が決定。2020年、令和2年、三菱重工が開発主体となって、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が参画することになりました。三菱重工業とスバルと川崎重工業が、機体の開発を担当。エンジンは、IHI、三菱電機が、電子戦装備を制御するミッションシステム。東芝、富士通、日本電機、NEC が、レーダーを含む電子機器を担当することになり、200人超の体制で、開発が進められていました。そして、2022年、令和4年、12月9日、日本、イギリス、イタリアの3国は、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP プロジェクトとして、日本の次期戦闘機開発計画と、イギリス、イタリア、スウェーデンの3国が、共同開発を進めていた、BAE システムズ・テンペスト開発計画を統合し、次世代戦闘機を共同開発することを発表しました。2023年3月時点で、スウェーデンは不参加となっています。日本では、次期戦闘機開発計画と同じく、三菱重工が主契約者となり、機体、IHI が、エンジン、三菱電機が、電子機器を担当することになりました。イギリスは、BAE システムズが、機体、ロールス・ロイスがエンジン、レオナルド S.PA のイギリス法人が、電子機器を担当し、イタリアからは、レオナルド S.PA とアビオエアロが、開発に参加して、ミサイル開発には MBDA も、参加するそうです。このプロジェクトは、2024年頃までに、各社の、詳細な開発内容や費用負担を明確にした上で、2030年頃の生産開始が目標、2035年に初号機が配備される予定ということです。次期戦闘機のエンジン開発については、今後、イギリスのロールス・ロイスと日本の IHI のそれぞれが開発した技術を持ち寄り、330億円をかけて、新たな実証エンジンを製作することで合意しています。共通のエンジンが完成すれば、テンペストと次期戦闘機の両戦闘機の開発費について、数千億円に上る巨額な経費節減が可能になると考えられています。エンジン開発の基本になるのは、ロールス・ロイス側で開発を進めてきた将来戦闘航空システム技術構想、FCAS。TI、フューチャー、コンバット、エアー、システム、テクノロジー、イニティアティベと、IHI が、プロトタイプを製作した先進実証エンジン XF9-1 です。高級車で有名なロールス・ロイスでは、まだ、実証エンジンの製作は行っていませんが、IHI が、独自に開発を進めた XF9-1 は、純国産ジェットエンジンとして、2018年6月にプロトタイプが完成しており、防衛整備庁航空整備研究所に納入され、性能試験が実施されました。XF9-1 エンジン開発のコンセプトは、スリム化と大出力の追求です。その理由は、エンジンを搭載する次期戦闘機のステルス性能を向上させるため、兵装を機体のウェポンベイに格納すること、燃料搭載量を増やすために、機体内の燃料格納容積を確保する必要があるからです。
そのため、搭載するためには、大出力でありながら、スリムでコンパクトなエンジンが求められるのです。テンペストもまた同様のコンセプトで、両戦闘機のエンジンに関わる要件は統一されていませんが、両戦闘機ともステルス性能を高めることが求められるだけでなく、大出力が必要なのは推力を稼ぐだけでなく、高度なアビオニクスを支える高性能な電子機器の大きな電力消費を支える電力供給源として、空飛ぶパワーステーション、パワーステーション、イン、ザ、スカイであるべきという考えに基づいているのです。IHI が提供する XF9、1エンジンのプロトタイプサイズは、アメリカ空軍の F-15 イーグルに搭載されている、プラット&ホイットニー社製の F100 エンジンとほぼ同サイズです。しかし、推力は、最大15トンを発揮することが、試験で確認されていて、これは、アメリカ空軍の主力戦闘機第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターに搭載されている F-100 と同じプラット&ホイットニー社製の F-119 エンジンと並ぶ出力なのです。また、F-119 とのサイズを比較すると、F-119 が全長 5.16 メートル、道が 1.168 メートルであるのに対し、XF-9、道は全長 4.8 メートル、道1メートルですから、XF-9、位置が、かなりコンパクトなサイズに仕上がっているかがお分かりでしょう。この XF-9、位置のサイズと性能については、アメリカやイギリスのエンジニアの間では驚かれたそうで、今回の共同開発の話が短期間に進められたのは、日本側が、XF-9、位置のプロトタイプを完成させていたことが、大きいと言われています。XF-9-1 は、高圧軸と低圧軸の2軸を持つ、アフターバーナー付き低バイパス比ターボファンエンジンに分類され、圧縮機前段部まで、強度の高いチタン合金を使用しているほか、繊維強化プラスチックやセラミック元複合材料、CMC を使用することで、エンジンの軽量化を図ったのです。さらに、タービン部についても、CMC、屋体熱性の高い先進金属材料を使ったので、少ない冷却空気流量でも、エンジンが必要な推力が発揮できるよう設計されていて、ステルス性能に、大きな影響を与えるテークダクトの流路断面積の低減や、ダクト長の短縮に役立っているようです。中心部分には、高圧軸として、コンプレッサー6段とタービン1段があり、この前後にファン3段とタービン1段の低圧軸があり、その後部にはアフターバーナーと水力変更ノズルが装着され、機体の機動性向上が図られ、小悪動ギアボックスには大電力を発電するスタータージェネレーターが装着されている。タービン入り口温度は1800度 C に達すると見られます。この1800度 C という温度は、ニッケル系超合金の融点1400度 C を大幅に超えるもので、ジェットエンジンは、この温度が高いほど、高性能なエンジンと言われるので、XF9-1 のタービン入り口温度は、世界的に見ても、トップクラスということでしょう。1800度 C を達成した陰には、ニッケルコバルト元の国産溶性炭造ディスク材を用いた高圧タービンディスクや、国産第5世代ニッケル単結晶超合金製タービンブレード、タービン部への新素材 CMC の使用、耐環境性コーティングの採用、さらに、ブレードの空機構による保護層の形成などの材料技術と、流体解析技術を流用したことが、大きく貢献しているとされています。XF9-1 とロールス・ロイスが開発を進めているテンペスト用エンジンはアダプテイブサイクルエンジンですが、これは離陸時、上昇時、巡航時、
戦闘時などの飛行条件に合わせてエンジン内をバイパスする空気流を3段階変更することによってバイパス比とファン圧力の比を調整するエンジンのことです。これによってエンジンの推進効率と燃費の向上が期待されると同時に、外側の3層目の空気流によって冷却能力が向上するので、エンジンの熱管理が容易になるというわけです。ファン排気流は巡航時にはコアケース外側のダクトを流れ、高速時にはコア内に排気流を導いて推力増加に利用し、外周の複数のダクトはファン出口からの3層目の空気流を流すことで推力を得ると同時に、エンジンを含む各所の冷却に使われる仕組みになっています。2019年6月に開催されたパリ国際航空ショーで XF91 エンジンでは推力変更ノズルの装着を想定して開発中ということが公表されています。 XF91 には2016年度から2020年度まで推力変更ノズルを装着して使用した場合の高運動性、ステルス性確保などを目的として推力変更ノズルに関する研究が行われました。推力変更ノズルとは、ジェットエンジンやロケットエンジンが飛行中に噴流の向きを変えて推力方向も変えることによって飛行中の軌道に変化をもたらす装置です。垂直離着陸が可能な VTOL 機には必要不可欠な装置で、昔はハリアー戦闘機に装着されていましたが、現在はアメリカ製の垂直着陸、短距離離陸、ストブル機で F-35B ライトニング2戦闘機に使われており、この装置が装着されれば、次期戦闘機は F-35 のように通常離陸型だけでなくストブル機も開発される可能性が考えられるのです。現在のところ、ロールスロイスの FCAS-TI エンジンは未完ですが、同社のエンジン開発における技術力や実績は定評があり、IHI の XF91 は実証エンジンが完成している強みがあります。この両社が協力することによって、アメリカが開発中の次世代戦闘機用エンジン XA100 や XA101 に引けを取らない、優れたエンジンの登場を期待したいものです。22隻建造予定だった、も、が味方が、12隻で、計画を終了させた。そして、令和6年度の計画館からは、も、が味方に代わる新型 FFM の計10隻が建造予定である。個人的には、新型 FFM に加えて、UAV 母艦の建造を熱烈提案したいところだ。今回は、UAV 母艦の必要性と期待する能力について話していくね。まずは UAV 母艦の必要性について一緒に考えてみましょう。自衛隊はグレーゾーン対策を強化すべきだと思いませんか？日本が巻き込まれる戦争は間違いなくグレーゾーンから始まると考えている。これは2023年6月28日に発表された防衛技術指針2023に記されているように、防衛省は今まで
国家正規軍同士の正面衝突を主に想定し、戦車、艦船、戦闘機といった装備体系を着実に整備してきたが、グレーゾーン対策はおろそかになっている。現状の分析として、中国との関係で尖閣諸島が関わり、ロシアとの関係では北海道が戦争の焦点となる。2023年6月1日の共同通信では、国家海洋局が1990年4月に提起された領海法では、尖閣諸島が含まれていなかった、中国が1992年2月に領海法を制定した際は、沖縄県、尖閣諸島、中国名、釣魚島を自国領と明記するようにと、軍部が強硬的に実現させた。2023年1月30日に、沖縄県石垣市は、尖閣諸島周辺で2回目となる海洋調査を行った。その時の調査中に、中国海峡局の船が領海に侵入し、こちらは中国海峡船団である。火船は我が国の領海に侵入した。直ちに退去せよという警告が無線でなされた。その際に、中国海軍の艦艇から回収された中国海峡局の船が尖閣諸島の沖合を航行しているのが初めて確認された。その船に搭載された武器は76ミリ砲のようで、偶発的な衝突の危険性も高まっているし、中国は日本よりも圧倒的な数で脅かしてくるのだ。2012年時点では、日本が保有する巡視船は51隻で、中国の40隻に対して優位を保っていたが、同年の日本による尖閣の国有化以降、中国が大幅に装備を増強し、その2年後には82隻まで増やし、2023年2月時点で2倍超になっていた。2023年5月27日、中国海峡局の船は、国際司法の場で尖閣の領有権を争うことを想定し、周辺海域における法執行の実績を示す証拠として、船舶自動識別装置 AIS データを発信しているらしい。現場で中国船の退去を求める海上保安庁の巡視船は、運用を秘匿するために AIS を作動させていないので、国際司法の場では日本は何もしていないことになっている。2022年11月25日、ロシア連邦保安庁の内部告発者の発言によると、2021年8月に、ロシアは、日本を相手にした局地的な軍事紛争に向けて、真剣に準備をしていたと報じられた。また、ロシア下院議員の、ロシアは、北海道に、すべての権利を有しているという無鉄砲な発言に対して、林外務省は根拠がないという反応を示しただけであった。実際に、ロシアは日本海でのミサイル発射訓練の頻度を増やし、北極艦隊から太平洋艦隊に最新原子力巡洋艦を配置替えまでやっている。中国にとって日本の領土問題となっている。島々で発生する侵入事件も、当該国にとっては国内問題に過ぎず、防衛省は、まだ戦争レベルに発展していない状態での紛争に対して対応はできない。海上における人命、財産の保護や治安の維持は、警察機関である海上保安庁の任務でとなっている。しかし、日本の某島に民間人に扮した工作員が潜入し、軍隊の上陸を容易にするための工作をしていると仮定しよう。その工作員が海岸を爆破して、上陸舟艇の立ち木を容易にする工事をした後、島の土地を大量に買い上げるため、島民に対して、侵略に賛成するように働きかけるのだ。この段階では、
出入国管理法や火薬類取締法の違反事例とするのか、それとも日本に対する武力侵略行為に該当するのかは判断できません。結局のところ治安出動が発令されるまでは警察が対応するわけだが、その間にも工作員の数が増えてくるでしょう。仮に日本の警察力によって工作員が不利な状況になった時は、相手国の軍隊が介入してくる可能性も十分に考えられる。一旦工作員に侵入されてしまったら、おそらく海上保安庁の能力だけでは対処できません。しかも、侵入後は陸上の問題となり、海上における人命もしくは財産の保護、または治安の維持には該当しないため、海虚無行動を発令できないのだ。これが、ロシアや中国などにとっては、単なる国内問題であり、戦争ではないことから、自衛隊の出る幕ではなく、警察力で対処することになるわけだ。要するに、グレーゾーン事態が起きる前後に、警察機動隊の大部隊を自衛隊ヘリなどで速やかに輸送し、陸上対処をさせなければならない。グレーゾーンとは無害通行なのかどうかは不明で、主体が国または国に準ずるものなのか、それともそうでない単なる個々のテロリスト等に過ぎない輩かどうかもわかりません。このような場合は、海保や警察が対処することになり、海保や警察がお手上げ状態となる場合は、自衛隊で対処することもグレーゾーンに入る。つまり、グレーゾーンとは、警察や海保が処置するのか、防衛省の問題になるのかの中間に位置する曖昧な事案を指しているとも言えるだろう。ロシアによるウクライナ侵略の現場を見てみると、様々な民生製品や技術が活用されるとともに、急激に技術発展を遂げた UAV 等が、戦いの趨勢に大きな影響を及ぼしている。烈度の高い紛争を前提とした装備体系の能力向上のみを続けるだけでは、新しい戦い方に対応することはできず、そうなれば、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保ち続けることもできなくなるでしょうね。もはや、既存の装備体系にとらわれることなく、あらゆる状況に対処可能な技術的解決策を、柔軟かつ迅速に作り出していかなければならないと、前期防衛技術指針でも掲げられていた。当然ながら、防衛出動前提の装備開発取得にプラスして、グレーゾーンに関して間接的に発生する治安出動レベルで対応できる護衛艦を取得しなければならない。防衛省の任務以外のことで使用するために、海上自衛隊が艦艇を保有した前例がある。それは、文部科学省の南極地域観測統合推進本部が行っている南極観測の輸送支援を、2代目、しらせがやっているということだ。この震災氷艦の建造予算は、南極地域観測艦経費として文部科学省に計上されたが、なぜか自衛艦として建造されていた。文部科学省にある北極研究戦略委員会の資料によると、2代目しらせの所有は海上自衛隊となっており、実際横須賀地方隊に所属している。グレーゾーンに対応する UAV 母艦は規模的に若干小型級になるヒューガ型が適しているでしょうね。そして搭載 UAV としては、固定翼タイプでは、ウクライナでも活躍中の、バイラクタル TB3 クラス、および、プロペラがついたマルチコプターを複数機搭載するのが理想的だ。有事で使われる UAV の任務用途としては偵察、物資輸送、必要な場合は、攻撃を想定しているため、それなりの操縦手を自衛隊で育てる必要がある。さらに、緊急の人員輸送を考えると、
ローター折りたたみ、機能を有した多用途ヘリコプター UH-2 にも搭載されるべきだと考える。甲板に設置するエレベーターは、前後2箇所にして、着艦した UAV は、前方エレベーターで、艦内に収容し、後部エレベーターから、飛行甲板に上げ、この艦の翼は畳んでおく。UH-2 は、下部甲板の後部エレベーター近辺に駐機させ、必要に応じて、エレベーターで、飛行甲板に上げなければならないため、艦載クレーンやヘリコプターの牽引車も必要となってくるだろう。早急に UAV 母艦を建造して、グレーゾーン対応を加速しなければならないと思うが、運用するための海上自衛隊員を増やしたり、そこに関わる要員を訓練したりする必要が伴うことは、否めません。日本が誇る IHI 社製 XF9 ジェットエンジン。最強と定評がありますが、ここへ来て動きが出てきました。今回は F3 戦闘機開発で見えてきた日本の課題について見ていきます。2022年12月16日、新たな安全保障関連の3文書が閣議決定されたことで、日本の防衛をめぐる議論は、様々な立場から、様々な反応を引き起こしています。防衛予算の金額としては、2023年度から2027年度までの5年間の累計がおよそ43兆円ということが判明していますが、最終年には、NATO 加盟国のこれまでの目標と同じく、対 GDP 比で 2% 以上の水準に引き上げられると予想されているようです。これに関しては、ロシア・ウクライナ戦争の長期化の様相を反映してか、NATO 加盟国自体も概ね引き上げる方向が確実となってきているので、今後は対 GDP 比で 2% が基準値にはならないことも予期されます。金額面以外でも、日本では、今後の防衛予算の使途に関して、スタンドオフ能力の獲得と整備に注力する方向を打ち出していて、従来よりも、飛躍的に、射程距離を伸ばした兵装の獲得を進めようとしているのが明らかです。その代表格しては、開発中の1式地対艦誘導弾の能力向上型や、当初防衛用の高速滑空弾などが挙げられます。ことに、前者は、まず、およそ 900km、次に、およそ 1500km と段階的に、長射程化を図っていこうとしています。こうした長距離打撃兵器の開発は、敵の防空ミサイルの射程距離外から発射することを、最大の目標にしています。つまり、極力、自軍が被害を受けることなく、敵の地上目標や、海上目標への攻撃を可能にするというロジックの下で実現されようとしているのです。こういったスタンドオフ能力を備えた兵装は、昨今は反撃能力と政府からは呼ばれて、政治的な認知を得るべくメディアでも使われていますが、反対勢力からは自衛隊の趣旨に馴染まないとも指摘されています。この種の議論が、政治的に完全な決着を迎えることはないというのは確実ですが、スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が大きな注目を集める一方、戦闘機に関する動きも新たな領域に入ったと言えましょう。日本とイギリスとイタリアの3カ国によって GACP、グローバルエアーコンバットプログラムが推進されることが、
2022年12月9日に各国政府から正式にアナウンスされたことで本格的に始動したのです。日本は現在航空自衛隊で運用中の戦闘機 F2 を、イギリスとイタリアでは現在それぞれの空軍で運用中のユーロファイタータイフーンの代替となる戦闘機を、この取り組みで実用化することを目指すことになっています。現在航空自衛隊の中では、そういった区分や呼称は廃止されているが、かつては、主力戦闘機とそれを補完する支援戦闘機という分類が存在し、主力は、アメリカからの輸入か、ライセンス生産で調達するのが通例だったそうです。そして、後者の支援戦闘機は、アメリカとの共同開発が通例となっていました。現行の F2 も当初は支援戦闘機だったので、この前提通り、アメリカの現ロッキード・マーチン社製造の F-16 ファイティング・ファルコンを土台として開発されたものでした。F2 戦闘機の開発に関しても、日本国内では、自国での単独開発を主張する意見がありました。しかし、日本は太平洋戦争後に航空機開発をアメリカをはじめとする連合国の意向によって禁止されていました。つまり、機関部の内製化は事実上不可能だったのです。そのため、F2 は F-16 ファイティングファルコンを土台とし、その機関部は、現 IHI 社がライセンス生産で行う手法が取られたのですが、開発に際しては、日本側は、すべての技術をアメリカ側に開示しなければならないという義務がありました。それに引き換え、アメリカ側は、主要な部分を日本側には開示しないという、偏無的な契約だっただけでなく、日本側が搭載する兵装を見直すなどの F2 戦闘機の仕様変更を行おうとしても、その自由度がなく、ストレスのたまる運用を強いられたのです。わざわざ高い予算で購入したというのに、客の要求は無視だったということですね。そうした F2 開発経緯を踏まえて、日本側は、次回の戦闘機開発については、機関部の内製化を実現することを目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間で、それに向けた取り組みを実施したと言えましょう。IHI 社は、防衛装備庁からの依頼を受け、2010年に次期戦闘機用機関部となることを目指した XF91 エンジンの開発に着手、8年の歳月をかけて、2018年6月に、試作機である1機を完成させ、それを納入しました。こうして納入された XF91 エンジンは、その後、2年ほどかけて各種性能テストが実施されました。結果としては具体例ですが、アフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トンの推力を発揮し、タービンの入り口周辺の温度1800°C という、優れた数値を記録したのです。また、今後の戦闘機の機関部として、ますます重要性が増してくるであろう、発電能力に関しても、XF91 エンジンは、180kW を記録するなど、一定の水準をクリアしており、機体に搭載した状態でのテストではありませんが、大きな期待が寄せられるものになったのです。XF91 エンジンのサイズですが、最大部分の直径が約 1.0m、全長が約 4.8 メートルで、現行の F2 が搭載している、ゼネラルエレクトリック社製の F110 エンジンと、同等の大きさですが、前述した推力は、F2 にラプターに搭載されている、プラット&ホイットニー社製の F119 に近いのです。このような限定的なテストによるカタログ値ではありますが、XF91 エンジンは一定以上の水準を満たすものとして注目を集めました。さらに、2019年に千葉県の幕張メッセで開催された
マストアジア2019において水力変更ノズルも展示されました。この MAST アジア2019では展示された水力変更ノズルは XF91 エンジン用の XVN31 というモデルであり、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ57等でも採用されている形式の水力変更用の装置ということです。これらの水力変更用の装置の目的は、搭載している戦闘機の機動性を向上させるためです。機関部からの排気の角度を調整して、推進方向をコントロールしようとする仕組みで、F-2 にラプターでは、パドル式が採用されています。いわゆる第5世代と呼ばれる戦闘機は、機体本体の優れたステルス性能によって、敵の攻撃を回避することが想定されてはいますが、従来の戦闘機に求められてきた機敏な機動性の確保には、こうした工夫も同時に備えられているのです。これまで述べてきたように、2019年に水力変更ノズルの XVN31 までが公開されるなど、XF91 エンジンの実用化に向けた取り組みが着実に推進されてきたようですが、今後の GACP、グローバルエアーコンバットプログラムでは、これがどんな方向に進むのかは、決して予断を許さない状況です。GACP においては、イギリスでは、ロールス・ロイス社が、機関部の開発を担うことになっていて、全体を統括する BAE システムズ社とともに、プロジェクト全体の主導権を握る可能性が高いそうです。これまで、イギリス、イタリア、スウェーデンが推進してきたテンペスト計画でも、ロールス・ロイス社は、機関部の開発を行っています。その開発には難航していると聞こえてきますが、高級車で有名なこの企業は、実は、エンジン製造については、かなりの実績があるので、ノウハウなどでも、IHI 社を大きくしのいでいると思われます。ロールス・ロイス社は、昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、極めて短期間で戦闘機の機関部の設計から製造までが可能になると自信を持っているようで、GACP でその成果を提示することが予想されています。出雲、片子栄冠伊豆、元加賀の航空母艦化改修工事が進んでいます。実は、1回目の改修工事が終わった伊豆、最寄り先に、加賀の外観が変わるということで、急展開を見せているようです。滑走路が短いのは、もちろんダメですが、艦首が台形だと、危険らしいのです。今回は、伊豆、元加賀の改修の様子を見ていくことにしましょう。2023年度の防衛費は過去最大の6兆8219億円。この中には海上自衛隊最大艦艇であるヘリコプター搭載可能な出雲、片子栄冠1番艦伊豆、元2番艦加賀に F-35B 戦闘機を艦載機とするための軽空母化改修費用52億円が含まれています。現在、この2艦伊豆、元加賀の改修は5年に一度実施される大規模定期検査を利用して、それぞれ2回に分けた改修工事が予定されています。実は、短距離着陸と垂直着陸が可能なアメリカ製のステルス戦闘機 F-35B を搭載するには着陸する際、1000度C以上で下方へ噴出するエンジンの排気熱に対応する甲板の
耐熱処理や鉗子を現在の体系から近くに変更する等の改修工事が必要になるのです。まず、出雲です。海事の横須賀基地を母港とする出雲は、2019年末よりジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で、F35B が離着陸できるための最低限の改修工事を行い、2021年6月末に1回目の工事が終わりました。現在は通常任務を行っています。もともと、出雲、ガタには、設計当初から F35B の搭載を想定していたので、エレベーターなどの大掛かりな工事は行われていません。そこで、具体的には、1回目の改修で、高温の排気熱に耐えられるよう、飛行甲板の特定の場所、つまり、F35B が着艦すると、想定されているヘリコプター発着艦用の場所に、特殊な塗装を施し、耐熱処理や電源設備を設置しました。飛行甲板には、艦首から艦尾まで黄色いセンターライン、標識線、トムラインが引かれました。この線は、艦載機が着陸する際に、パイロットを導くためのもので、アメリカ海軍の空母や強襲揚陸艦と同じものです。2021年10月5日に、アメリカ海兵隊の F35B を使用した伊豆、モノ発着艦試験が行われました。パイロットは、トムラインに、機体の中心を合わせて着陸しています。今までは、ヘリコプターによる回転翼機のみを運用していた海上自衛隊で、初めて固定翼機による発着艦試験を成功させたことは、歴史的とも言える出来事でした。飛行甲板のトムラインと並行して、交互に赤と白のセーフパーキングラインが引かれていますが、このラインは、左舷側が滑走路で、右舷側に環境構造物の設置、駐機スペース、エプロンという目印です。つまり、このトムラインに、機体の中心を合わせて着陸すれば、右側の環境構造物にぶつかったりしないということです。トムラインと交差するように、2本のラインが引かれており、F35B が短距離発艦する際に、水力ノズルを下に向ける目安になっています。今回の改修工事では、外観上の変化はありませんが、F35B を安全に運用するために、飛行甲板の先端部の変更が行われています。今は台形ですが、今後艦首部分を四角形に拡張して、滑走路を伸ばし、艦載機の露天駐機場所を確保するための工事が予定されています。F35B はストブル、短距離離陸、垂直離陸機ですが、発艦時は、滑走路は、少しでも長い方がいいので、艦首部分を四角形に拡幅する必要があるというわけです。次回2024年度末から、始まる第2回目の改修で、F35B の発着艦を可能にするため、艦首部分を四角形にする工事が予定されており、2026年度中に完了する見込みということです。一方、2番艦加賀は、2022年3月から、ジャパンマリンユナイテッド呉事業所で、1回目の軽空母化改修工事に入っており、出雲が1回目に行った飛行甲板強化のための耐熱塗装などが行われました。加賀は、元も先が細くなっていく、台形の艦首なので、このままでは細くなっている先端部に乱気流が発生し、F35B 戦闘機が短距離発艦時に危険なので、出雲に先駆けて、艦首形状を四角形にする拡幅工事が実施されています。1回目の改修工事は、2023年には終わる予定で、2回目の改修は、2026年と2027年に実施される予定ということです。加賀の改修内容を少し紹介します。2回目の改修に向け、発艦誘導装置を取得します。発艦誘導装置は、レイセオン社が開発し、
F-35B などの航空機を悪天候下でも GPS 衛星信号と抜き性後方システムを利用して高精度で航空母艦や強襲揚陸艦への着艦を自動的に誘導するシステムです。この発艦誘導装置はアメリカ空軍の航空母艦や強襲揚陸艦、イギリスやイタリアの航空母艦にも配備されています。これは、伊豆、元加賀の両艦にも搭載される予定です。F-35 ライトニング 2B は短距離離陸、垂直着陸の戦闘機ですが、システム的には垂直離陸も可能と言われていて、万能な戦闘機と定評があります。とはいえ、搭載できる燃料や兵装の量から考えれば、やはり離陸時の負担が少ない短距離離陸での運用が最適と考えられます。アメリカ海軍のワスプ級強襲揚陸艦は F-35B を運用するために艦首部分が四角形になっていますから、今回の伊豆も型の改修はアメリカ海軍と同じ形にすることで相互運用を想定したのではないでしょうか。また、イギリス海軍の航空母艦クイーン・エリザベスは、F-35B を艦載機とする航空母艦なので、スキージャンプ式滑走路を備えることが、F-35B を効率的に運用するためには不可欠となっています。しかし、出雲や加賀では、F-35B 戦闘機を搭載しても、ヘリコプターの運用を重視しているので、対戦ヘリコプター空母として運用するため、船体前方下部には対潜戦闘用の大型ソナーを設置しています。ここにスキージャンプ式発艦装置を設置すると、艦艇のバランスが悪くなることが心配されます。最悪の場合、艦艇上部の重量配分が重くなるトップヘビー状態になる可能性も出てきます。そうなると、台風や荒天時に波の影響を受け、艦が転覆してしまうという危険性も考えられるのです。日本政府は F-35 ライトニング 2B を常時艦載機として運用はしないと明言しています。従来通り対戦ヘリコプターを搭載し運用する予定なので、伊豆、元加賀にはスキージャンプ式発艦装置は設置しないと思われます。伊豆、モノ飛行甲板の艦首部分を四角形にする改修工事が残っていますが、現在の計画では F-35B ライトニング 2B を艦載機として運用するための認証を得ようとしていますので、運用そのものは問題ないと考えていいでしょう。出雲が2022年内にアメリカ東海岸まで行って F-35B の運用の認証を得て、2025年に残りの改修を受け、2027年頃の稼働と想定されています。加賀は、2024年内に F-35 ライトニング 2B 型の運用認証を得て、2026年までに残りの改修工事を終え、伊豆、元同様、2027年頃から航空母艦として本格運用が可能になるのではないかと考えられます。2023年度の防衛費の中には、艦載機となる F-35B を6機調達する予算が盛り込まれており、総数42機の導入を開示は予定しています。最初に F-35B が配備される拠点は、宮崎県の航空自衛隊の新田原基地とされています。その後、必要に応じて航空母艦化された出雲、型に艦載され、2024年度からの配備が予定されています。新田原基地に配備される理由は、今後、馬毛島、鹿児島県に自衛隊施設を整備する予定であることと、広島の呉に加賀が配備されているので、連携を深めることが可能な位置ということが配備される理由になったと見られます。計画通り進めば、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とした海上自衛隊の航空母艦の運用開始は、
4年以上先になりそうです。その頃には、現行の大隅型輸送艦の代替艦建造も準備が進んでいると思われますから、その仕様や進捗状況も気になりますね。伊豆、元加賀の F-35B 戦闘機運用実績によっては、本格的な航空母艦、海自発の強襲揚陸艦として、この2艦を代替運用する可能性も考えられます。そうなった場合、従来まで日本国憲法の解釈によって、自衛隊は自衛のための最低限の実力を備えた組織であり、攻撃的な兵器、兵装を保有することは禁止としていることで、航空母艦の保有を見合わせてきた経緯があります。しかし、日本政府の見解は、攻撃的な航空母艦の保有は禁じられているが、防衛用の航空母艦なら、憲法や自衛隊の理念には反さないというものです。言葉をもてあそんでいるようにも感じられますが、今後、慎重に議論を重ねてゆき、日本の安全保障が守られることを願います。